Hello, everybody, and welcome back to some more Honkai Star Rail. Today, we're doing the second part of the Crown of the Mundane Divine, which seems to be the mundane part. But first, let's go do this. We'll see how long this actually is going to take, and if it's going to be too long, I'll just go do the... What's it called? My brain just freaking crashed there. I'll just go do the Trailblaze continuance. What happened? If I have trouble, you don't blame yourself, Brother Arlen. Station. Trigger factory sense. Extremely excited. Can you get to the point? Okay. Well, my brain also... Okay. I'll do that one later. That one's for next week. Or if I still have time left over. Because if it's battles, it might actually take a while. Log out. Oh, yeah. 間違えた That's just not here. That feels like deja vu. What's wrong? ヘルタファンの皆さん、こんばんは。緊急ニュースをお伝えします。偉大なる天才クラブ、会員番号83番、ミスヘルタが宇宙ステーションで襲撃され、行方不明になりました。なお、現時点で本件の犯行声明を出している組織はありません。これにより、多くのヘルタファンが管理職の怠慢と不作為に強い抗議と非難の声を上げています。 Hertha's missing. Jumping ahead. So Hurt is missing. Yeah, you don't want to go to her office right now, but that makes you suspicious, dude. But well, let's go be suspicious, I guess. I was just about to say that. Did I just get knocked out?
Yep. これは計画的な襲撃ね。結論、敵の目標は宇宙ステーションですが、手段はまだ分かりません。その通り。それが彼を必要とする理由だ。ヘルタの人形が襲われる前、最後にあれを見たのは彼だからな。Hey, Ratio. お前は？こちらはカンパニーの学術代表、博識学会のレイシオさん。意識を取り戻したばかりで、まだぼんやりしているようだ。いくつかヒントを出そう。また会ったな。僕のことを覚えているか？いや、覚えていなくても構わない。期待しているわけではないからな。Oh, that scent that Ruan May gave us. 疑問だらけだとは思いますが、慌てる必要はありません。アスタ。これまでのことは大体わかってるわよね。数システム時間前、ミス・ヘルタの人形が謎の襲撃を受けて行方不明になって、今も信号の位置を特定できない状態なの。It's just one puppet. Doesn't she have many? ないわ。襲撃された地点は宇宙ステーションの外にある基地局で、監視カメラの範囲外だったから。ミス・ヘルタはこの件は気にしてないみたいで、今は出かけてるの。So she just doesn't care about the one puppet missing. 事件が発生する前、彼女はカンパニーから招待を受けたようでした。技術開発部か。アポリは有能だが、部下は素人の集まりなんだ。野心的で情熱に満ちてはいても、いかんせん頭が足りない。せいぜい原始人レベルといったところだな。I like his look. 彼らはヘルタと協力して何かを進めたいと考え、僕にその技術顧問を務めてほしいと頼んできた。あのお利口クラブの連中がどうやってカンパニーの財産を浪費するのか間近で観察できるとくれば当然だが、タイミングが良すぎた。おそらく誰かから情報が漏れ、襲撃者に利用されたんだろう。ヘルタはこういう騒ぎには慣れているようだったし、僕も興味を惹かれてしまった。 Was it Silver Wolf? レイシオさんが学会の逸材だということは前々から耳にしてたから、協力してもらえるなんて光栄だわ。お世辞はいい、時間は貴重だからな。そもそも天才の前で凡人の逸材について語るなど、僕には少し滑稽に思える。 Are you jealous? そこの君、教えてくれ。最後に人形を見たとき、君は何をしていた？ I don't remember. This is the problem. I, the player, don't remember what I was doing. 届けないでよく考える。そういえば。Some system hours ago. そうだ。もう一つお願いがあるんだった。例の器物がなくなっちゃって、放っておくわけにもいかないから、時間があったら探してほしいの。忘れるといけないから改めて説明するね。それはで、実体はないけど命があるの、oh. その痕跡を見つけたら私に信号を送って。ヘルタに気になることを言われた気がするけど思い出せない。いくつかヒントがあれば。じゃあ私は出かけるから、あとは頑張って。誰かに手伝ってほしかったらアスターに。記憶が曖昧だ。あの後何をしたんだっけ。これはヘルタに会った時の記憶だ。とりあえず Let's explore it. 実体はないけど命ある器物？あ、開始家や密館家の人なら何か知ってるかも。ちょうどシンクルさんとが近くにいるから、彼女たちに聞いてみたら？アスターは開始家と密館家のスタッフ2人の名前を挙げたみたいだけど。
十字して正体を突き止めたら、ただ実体はないけど命ある器物。A jinx? あ、今はウーゴっていう。こう言ってはなんだけど、アドラー君に聞けばもっとたくさんの手が。ダメね、お客さんに。宇宙ステーションは襲撃事件から立ち直った管理職に対する不信感も日に日に強まった。あなたにこんなこと言う。アドラー、アドラー。The form of to exculpate yourself? Give me a second. I'm looking up what that word means.Show or declare that someone's not guilty of wrongdoing. So show that I'm not guilty. そうだ。それからアーランにもあったんだった。アドラーを。アーランと一緒にいて。あの時、アドラーは。We're just going deeper and deeper. あいつ一人でペペを連れて現場に行ったのか。焦る気持ちはわかりますが、そう慌てないでください。Three people up to you. お、俺は犬の散歩だ。お、俺は散歩だ。Story straight first. 俺は犬の散歩をしている。俺がその犬だ。隠したいことでもあるのか。ところで、俺に何か用か。Looking for Adler. え？君もアドラーを探してるのか？偶然だな。それにしてもあいつも肝が据わってるというか、勝手に現場に調査に行くなんて。You're not good at hiding things, are you? Is he in danger? あ、いや、それは、アーランさん、もう隠せません。やはり貴様は黙っていろ。Is there a problem? 歩きながら話そう。アドラーに何の用だ？失われた器物。なるほど。それならあいつに聞くべきだな。気をつけろ。このエリアの裂解はとても不安定な状態になっているんだ。That's what I'm switching to Sally, so if need be, I can just disappear.That's who Adler is? やはりトラブルか。我々は塔にある。Oh, that's freaking flashbang. しっかり。Going from that dark to that bright. あの世に送ってやる。楽にしてあげる。蝶と共に散れ。私を楽しませてくれる？あっちは俺様だけで十分だ。うっとはっ、あの世に送ってやる。我に力を。しっかり。はっ、楽にしてあげ。蝶と共に散れ。What do we know allies are afflicted with wind shear? Silver Wolf had wind shear. So, だけど、どうかしたのか。器物のことで聞きたいことがあるぞ。先に二人で話すといい。アドラー、ペペは預けたぞ。安心してください。手がかりなら見つけました。後で話しますね。Is this gonna be a whole big whodunit thing?それでどの器物について手がかりはそれだけか。 That's all her to say. 中傷には中傷なら回収家の室長には聞いたのか。間違ってはない。あれ、ここで俺はなんて言ったんだっけ。 What did I say? ちょっと待って、今すごい推測が浮かん。今日はここまでにしよう。アドラーは何かしらのヒントを得たみたい。もうSome kind of appears in conversation as you explore your memory.
一度最初から思い出してみよう。何か見落としがあるかもしれない。そうだ、アーランとアドラーに関する記憶は少しや。Spoiler related memory, Asta's troubles. Use cognitive chasm. どう？欲しい情報は手に。なるほど。シンクルさんたちはそう考えているのね。私。そんなの日レギオンの件があってから襲撃の後、宇宙ステ再建と復興の成果もあって。Researchers' disappearances.わずか数日、せっかくみんなが事件から立ち直って、でも見ての通り、一度失った信頼を取り戻す。でも今は、Do you need my help? 大丈夫。そうそう。もう言ってたことだけど、やっぱり、シンクル以外の人にも話を。Department of Insight. So next one is シンクルじゃないもう一人は、密管課のスタッフのはずだ。早く誰か思い出さないと。Oh, so that cut in here. Shinkle じゃないもう一人は。Hertha's assignment. その人の正体は重要だ。忘れるといけないから、改めて説明す。その痕跡を見つけ。ヘルタに気になることをいくつかヒントが。じゃあ私は出かけるから。So it's not her. Is it you? どういう？それなら適切にこれが頼まれていたアカウント。それは過大評価しすぎ、細々とやっているだけで大したことではありません。何回目？ここもだ。まさか関係？ Restore the muddled memory. 思い出した。もう一人はエミリアだ。あの時彼女はベース部分にいた。あの時、エミリアが。Here's the thing: if they didn't actually tell you what memory to go to, I would be freaking out right now. These are like my bane. まあまあ、おやおや、日刊課の若手がど、この資料の束を見てもらえませんか？この年にもなると。何回目？またすえアスター所長に言われてきたの。でも似たようなもののことなら聞いたことある。 Is it a Heliobus? あくまでも聞いた話を伝えただけで。エミリアが言ってた先週の生命体、それがアドラーにヒントを与えたものっぽいな。So these are the things filling it in. These are being filled in as I go along. エミリアが言ってた。先週。Well, the conversation with Arlen. 真相つい進まない。いろ。やっぱり。Researcher's disappearance. すまない。いろいろと事。But the researcher's disappearance? どうして知ってるんだ。そうか。いや、正直に言って、唯一の手がかりはアドラーの発見だな。つまり、どのスタッフの失踪も不可解な発火現象を彼らは言っていた。あれは。It's a Heliobus.会社課の室長には聞い間違っては。あれ、間違ってはない。ああそうだ、それは採用って呼ばれてる。どっちもエネルギー生命体。
ちょっと待って、今日はここまでにしよう。人体の自然発火、それが事件の全貌ってことか。もう一度最初から確認しよう。I think that might be the last thing I needed. 忘れるといけないから、あらその痕跡を見つけた。ヘルタに気になることいくつかヒントがある。Energy life form. So I'm guessing what happened was a Heliobus took over the puppet body. 忘れるといけないから、改めて説明。その痕跡を見つけたら。重要なのはそこじゃない。はあ、天才クラブと関係。じゃあ私は出かけるから。So but the comforter. Okay.An energy life form, not a heliobus. And I explained all that to him. 随分と冗長で退屈な説明をありがとう。さぞ疲れたことだろう。少なくとも僕は聞いていて疲れた。I apologize. It probably didn't say that correctly to you. 要するに、君がヘルタと最後に会ったのは彼女のオフィスだった。君は依頼を受け、器物を探して奔走したが、他のことはアスターから連絡が。それが君の主張だというなら、僕から質問させてもらおう。その後 It's only Herta who can substantiate it. ロンリ、ヘルタさん本人に証明す。ああ、今すぐ動けば4システム時間後にはカンパニーのシャトルシップに置いて。レイシオさん、あなたは常に先。これは失礼。僕の悪い癖だな。学術研究に従事していると、どうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。Okay, that's fair. むしろそれを疑う方がはるかに簡単なんだ。経験からして、これが最も効率的なアプローチと言える。否定的な心情を抱いて模索することも、また一種の探求だ。同じように、僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けとなる。So his idea is to start with the idea won't work. 本当に無実だというのなら、答えることで自らの潔白を証明するといい。I like how I didn't like Topaz immediately, yet I like this guy. Okay. 君の陳述によれば、君がヘルタに会ったのは指名。その依頼の内容は名前すらわからん。だがヘルタのコレクションは星の数ほどある。彼女が普通の器物をそこまで重視するとは思えない。器物そのものは重要じゃない。それが天才クラブに関係しているものだからこそヘルタは特別に注意を払ってたんだ。その器物はどこかの天才が作り出したものなのでしょう。ロンリ、それは特別な意味を持っている。ふん、この点は成立するようだな。その後君はこう言った。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及。だんだん興味が湧いてきたぞ。推測。その後君はこう言った。しかし尋問が始まる前、彼女はそれについて一切言及していない。思い出した。とぼけるくらいなら。しかし尋問が始まる前。だんだん興味。マスターは意図的。ヘルタの。この件にレイ。だんだん興味が湧いてきたぞ。推測。その後君はこう言った。しかし尋問が。レイシオさん、それは。僕は彼に聞いた。態度が曖昧になってきたな。しかし尋問が始まる前か。だんだん興味が湧いてきたぞ。君が嘘をついているのか。幹部室レギオンの騒動があってから
宇宙ステーションにいる人たちの心は不安定になって、That took me t- 管理職の人たちに対する信頼が失われてるんだ。That took me way too long just because I had to freaking scroll through it and make kept on accidentally scrolling one too many times. そんな時にまた深刻な事件が起こったりしたら、道理でアスター所長が僕の関与を認めたわけだ。何しろ博識学会の代表は宇宙ステーションに関わることこそ市場にとらわれる心配もなく宇宙ステーションの利益も守れる一挙両得というやつだな。スタッフの連続失踪、防衛課の責任者であるアーランの任務についてだが、それは僕たちが議論している人形の修理、とぼけるのはやめろ。明らかに無関係だ。いや、俺の記憶が正しければアスターは謎の襲撃を受けて人形が行方不明になった。行方不明、それってつまり失踪ってことだろ。彼女の言ったことが何だって言うんだ。その二つが同一の事件だと証明、証拠ならある。アーランが連続失踪事件について調べていた。スタッフがいなくなる前後に宇宙ステーションの自動消火システムが一時的に作動した記録が残ってたんだって。アーランはどのスタッフの失踪も不可解な発火現象と同時に起こっているって言ってた。え、でも宇宙ステーションに火災が起きた痕跡なんてないけど。それは奇妙なんだよな。でも現時点でこの情報にはもっと重要な意味がある。直接的な証拠とは言えないけど、人形が襲撃された前後でシステム上に自動消火装置の作動記録が残っていれば、2つの事件が関連していると疑う十分な理由になる。 Okay, I finally finished that questioning. 2つの事件が本当に同一人物による仕業なら、君への容疑はかなり薄れる。だが、それは君が存在すると主張する記録がシステム上にあったらの話だ。それなら主制御室に行けばわかるわ。行きましょう。え、何の音？ What happened?ミスヘルタ倒し速報、緊急ニュース、緊急ニュースをお伝えします。ミスヘルタ襲撃事件に新たな進展がありました。アナイア・レイトギャングが今回の事件の犯行声明を発表、次の行動に移るとのことです。教会はこれを強く非難しており、聖冠の神々は世俗を超越した存在、卑小な衆生になど目もくれない、不相の衆だけが各世界に壊滅の恩恵を浴びさせられるのだ。しかしこの恩恵を拒み、不相から逃げようとする臆病者は必ずいる。せいぜい逃げるがいい。どこへ逃げようと、いずれ破滅は訪れる。Okay then. That's something. これは宣戦布告であり予告状だな。君たちは狙われているらしい。レギオンの余波が静まる前に、今度はアナイアレイトギャングの登場か。この宇宙ステーションは知恵よりも壊滅の運命と縁があるようだ。冥加大公アフリートはすでに滅びた星トフェトで生まれた生命体です。常に燃えているエンマ一族でナヌークを皇帝とみなし主と呼んでいますが、アイオーンからは見向きもされていません。哀れな狂人たちだ。いわゆるアナイアレートギャングにナヌークが見出す価値は、恋に花瓶を割ろうとする幼児にすら遠く及ばないかもしれない。この原始博士の評価を僕は支持する。エンマ一族は凶暴な性格で燃焼と破壊の本能がある。その中でもアフリートは特に邪悪で残酷だ。彼が率いる栄華艦艇は同じアナイアレートギャングのヤペラーブラザーフットとも宿ヤペラーブラザーフット、
その名前どこかで聞いたことがあるような。おそらく性格ハンターの指名手配書でしょう。彼らはブラザーフッドの崩壊を招いたヤペラー反逆事件に関与しているとされていますから。ヤペラー宮殿が炎に巻かれて崩れ落ちた後、アフリートの勢力は日に日に拡大していった。これがただの偶然だと思うか。それと同じことが宇宙ステーションでも起きようとしている。エンマである彼にとって人体の自然発火だとお手の物だ。スタッフや人形の失踪も計画の一部だろう。そしてその後、その動画はすぐに宇宙ステーション中に広まる。見ているがいい。ほどなくしてヘルタは炎の海に沈む。信頼の破壊ですね。おそらく破壊されるのは信頼だけではないだろうな。このまま黙ってやられるのが嫌なら行動するしかない。君、僕についてこい。Me? Just me? 他に誰がいる？それともその二人をむやみに走り回らせる？それは避けたいわね。私はここに残って。Okay, I'll go with you. And I'm gonna teleport up to here. Log out. いや、間違えた。Arlen.こんなことになってしまうとは残念だ。ことは急を要する。何か必要なことがあれば防衛課も全力で協力しよう。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。それは構わないが、防衛課で彼らの身元や交友関係を詳しく調べてみても、特筆すれば気をつけて。失踪したスタッフのリストと彼らの詳細な情報が欲しい。わかった。He's smarter than you, so leave it to him. 君が持っている。ここにある名前を覚えて、情報通の友人を見つ。What do you have in mind? さあな、それは君の友人次第だ。I just get the information. He deals with the information. Best way to put this. Because I don't have to remember the names. Is that management too? You sure I'm lying? Hoka ni nani ka chikara ni na. Sono kaishika de motto mo kibutsu ni kuwatsu. Sore ga kare mo.What happened? 最初は特に気にしていなかった。だが、もう数システム時、最後にあいつを見たのは主制御部分。案内してくれ。君、そのアドラーとやらが、アドラーの失踪も襲撃と関係が。確かに、あの時、アドラーのヒントになったキーワード調べてみる必要がありそうだ。Need your help. Dunhang, help me.Space station is in trouble. Oh no. It's gonna make me do another one of those question things at the end. What did Adler do to you?最近おかしくて、人体の自然、私が呼んでも無視されることが多くて、ずっとブツブツ何かつぶやいてた。What was he talking himself about? 彼は何と言っていたんだ。 Okay, I... 確か、いそう、oh. どうとか いそう。 We'll get him back. I have an idea about that.探してるならアドラー君が何を探してたのかはわからないけど。That reminds me of the phase frame flame thing. You got something? Go on.
What? That makes this suspicious of whether they disappeared on purpose. その顔を見るにいい知らせではないようだ。なるほど。失踪したスタッフたちは管理職を非難するオピニオンリーダー的存在だったのか。That makes me almost suspicious of the management. 君が返信している間、僕も冊子を読み終えた。ここには何人かの天才クラブメンバーの生涯が記録されている。そろそろ戻って、アスターやスクリューガムと話をした方が良さそうだ。What did you find out, Danhang? This is a clan leader. Phase for I mean. Phases. No, thanks. Thanks, Danhang. Damn, I'm gonna hate this. I have to use my brain in a video game. So I can't just leave my brain off anymore. おかえりなさい。部下にダークウェブを監視させて、どうにか動画の拡散。楽観できない状況だな。別の言い方をすれば、非常に悪い。もう時間がない。一旦現在の状況を整理しよう。これまでに集めた。まずはアドラーの失踪だ。彼は何か重要な手がかりをつかんだに違いない。わかった。無理な。まずはアドラーの失踪だ。次に被害者の共通点。最後に明化対抗の能力。すなわち人体。We have to connect all of them to each other.かつて栄華官邸で起きた混乱では、炎の中から明華対抗の炎には何か特別な性質がある。ほら、もうこの冊子には位相を移動できる炎について記されていた。その炎の火種こそヘルタの失われた記憶。おそらくアドラーは調査中にこの真相に気づいたんだ。この冊子には位相を移動できる炎につその炎の火種こそヘルタの。おそらくアドラーは調査中にこの真相に。ボクレ音精霊によればアドラーはいなくなる前その位相はおそらく位相のことだ。彼はさその光栄である明化対抗は位相霊化と似た能力を持っている。これが人体の自然発火の真相。ああ。被害者たちの行方はまだわからない。が、突如として起こった相次ぐ失踪は、混乱を助長させる不安の種が芽を出したとき、襲撃の声明を発表する。陰で広がっていた不安は表面に押し出す。そして次のステップはパン！導火線に火をつけ、火花を見せることだ。失踪したスタッフたちを見てみるといい。彼らの共通点が露見すればどんな結果になるか僕が言うまでもなく想像で。全ては仕組まれた罠。最初から宇宙ステーションで内乱を引き起こすことが目的だったのね。いや、もう手遅れだ。 Who's the message from?Too late. そんな、じゃあ。いいえ、まだ足りません。その通り、導火線につけると。火が足りない。
ここで止めるならまだ弁解の余地はあるだろう。まあその機会を与えるつもりはないがな。うん、まさか。どうしたの？火が。Oh no. 落ち着いてください。アスターさんは転送され、実際に接触して、アフリートの炎は原始的な霊化の火花である。What do we do now? We have to find her before the others do. まだ宇宙ステーションのどこかにある。火花できるものならやって。明火隊は宇宙ステーションには来ていないようだ。混乱に乗じて明火。私はヘルタさんのオフィスに向かい、器物収容室のフォールド・レイシオさん、あなたは彼と一緒に行き。Oh, okay. Please say you give him to me as an extra special character. Thank you. I was gonna be a bit concerned if they made me use my own. Because he's still level one.I have Silver Wolf just so she can give Quantum Week for Sailor. Meika も一種のエネルギー生命体だから、ビジュアライザーの分析を補足できる。それを追いかけよう。通路が炎に包まれている。気をつけろ。Trying to pass through my zone drift.Now, where are we going to be teleported? まだ宇宙ステーション、窮地に追い込まれた獲物に対してどう対処すればいいか知っているか。That's because you're like crazy spatial perception, I think he has. I'm not fighting my way through all these insects to get to this. Is there a door in there? No.この追跡劇もそろそろ。Let's hope Asta's still fine.
And now just a wisp.中に宿っていた微弱な意識が消える。いや待て。Oh yeah, he has the blessing of destruction still. Let's smack this guy. Like, screw that guy in particular.Okay, that guy's gonna get a go anyways. If that was gonna happen anyway, so I think I might as well kill one to make sure.Screw that one in particular. And that one in particular. Yeah, he summons help. The most hated type of enemy. Those that summon adds. Oh yeah, my healing's off. Boken が質問する。答えてみろ。マイナスだ。しつこい。次。私を楽しませてくれる？ガツンとクリアしていこう。Please kill. 二倍速ってこんなもん。存在とは価値しましゃく真理を探り誤尾を混ぜる私でもといたいこれだ much riskier than I needed to様でした。よくやってくださいました。As Asta. アスターさんなら医務室で休んでいます。少し驚いただけとのことなので、ご安心。それと、あなたたちが敵を追っている間に、防衛課が失踪していた被害者たちを見つけました。
How'd you find them? アドラーさんのおかげですよ。彼らはある空間器物の中に落ち、そこから抜け出せなくなっていました。アーランさんたちが駆けつけた時、失踪者のほとんどはショックのせいで息も絶え絶えになっていましたが。Is this the end? Yeah, I'm wondering. I don't think it is. It's the end for now. これで終わりです。I feel like you didn't do much. 全て解決しました。残りの問題は宇宙ステーションの中だけで収められるでしょう。どうか、ヘルタさんにかはただ、今回の事件においては、まだ一つ解決していない重大な疑問が。しかし、それは私が処理すべきことですね。What was the curio she had us looking for? You're not getting away that easily. お待ちしておりました。What were you doing, Ratio? 事件の余波はまだ消えていない。君たちは多くの問題に対処しなければならないはずだろう。それとも宇宙ステーションの安否は君には関係ないのか? Did you do this, Dr. Ratio? 回答。私はそのために来ました。何しろ、事件の本当の主役はここにいるのですから。いつから僕を疑っていた? 学術研究に従事していると、どうしても一つの物事を信じることが難しくなってしまう。むしろ最初からですよ。デイシオさん、私にもあなたと同じ悪い癖がありましてね。それは光栄だな、スクリューガムさん。だが早々に見抜いていたのならどうして何も言わなかった？好奇心があったからです。ロンリー、私はあなたと同じ決定をしました。それはつまり同行して観察すること。それでいつ確信に至ったんだ? So it was Dr. Ratio. 結果から言いますと、今回の襲撃では軽度の精神的なダメージを除き、実質的な被害を受けたスタッフはいませんでした。これはアナイアレイトギャングの手口と一致しません。 Was this a test? ロンリー、彼らを救ったのは第三者だった。僕が偶然霊下の火種を手に入れ、冥下の転送に干渉していなければ、あいつらは今頃宇宙のゴミとして窓の外を漂っていただろうな。So it was you testing us too, is what I think was happening. あなたは計算以上に率直ですね。だが、結局は君の計算のうちなんだろう。最後の質問だ、スクリューガム。君のような天才に僕がこんなことをした理由を導き出せるか？断定はできませんが、推論。弱者に救いの手を差し伸べることは医者としての良心。その後、事態の成り行きを傍観していたのは学者としての厳しさでしょう。そして黒幕として全体を操るのは天才への挑戦といったところでしょうか。 So it was like a trial that he was giving. さすがはスクリュー性能、人の心をよく理解している。ただ残念ながら天才と同じように大衆から離れてしまっているようだ。君は一つ間違えている。傍観こそが真の治療。この世界にはグドンという病があり、それはどんな病気よりも根絶が難しい。知恵の運命には理屈も論理もない。
天才たちは星々を渡り歩くが、凡人はその足跡をたどることすらできない。凡人は自ら歩くことを学び、つまずいて転びながら何もなせずに生涯を送るんだ。You want to become one of the geniuses, don't you? なんだ。失敗した人生も人生であることに変わりはない。彼らには最後までそれを味わう権利がある。地面に倒れ、誰も助けてくれないとき、愚者は初めてどう立ち上がればいいかを悟るんだ。I actually really like this guy's character, which is weird because Topaz showed up, and I really disliked her character. 僕は潔癖でね。バカ、アホ、マヌケが許せない。見ると死にたくなる。残念なことに、この宇宙ステーションにも博識学会同様天才はいない。凡人だらけだ。うん。あなたが根絶したいのはスタッフたちの天才に対する盲信ですね。僕は自分の疑問を並べただけだ。答えについては彼ら自身が明らかにするだろう。否定的な心情を抱いて模索することもまた一種の探求だ。同じように僕たちが正しいゴールにたどり着くための助けとなる。凡人が啓蒙を得るために必要な過程なんだ。なるほど。あなたは確かに学者というより医者に近いようですね。僕が残した小さな火種についてはアスターさんが適切に処理するでしょう。それも彼女に残した課題だ。さて、そろそろ失礼するとしよう。この先も天才たちと出会う機会があることを祈っている。きっとその時も今日のように。さまざまな茶番と苦悩が見られるだろう。所詮凡人だから。Okay. What do you want to talk about, Herta? How's Asta doing? I mean her safety. I haven't found the phase claim yet.I'm thankful to Mr. Duratio. She didn't even know the person sent. That's actually very curious. What achievement did I get, anyways? Oh, this. That was from yesterday. This is the one from today. Oh, the mundane one, I think, was Ratio. The divine one was, Ruan Mei.Because Ruan Mei wanted to somehow create a god. But Ratio just wanted the normal people not to be idiots. Okay then. That makes sense to me.Although my game is now lagging.Now we go back to doing this event. The Scent Venture.
You can earn a score for each stage in rank. Rank SS is the highest score. Normal mode, despair mode. Okay, this actually gives a lot of points. We'll activate different traits in combat. Please pay attention to their traits. Delays action, additional damage taken. Toughness protection, there are four on the field. Retaliation damage. Scent. Increase the amount. Oh my gosh, the garlic thing. I have these two. Are they better than the... Let me look at this character. 1980. I think mine's actually better. What light cone does it have? Much better light cone. See, that sailor versus my sailor. Mine has more raw attack and more crit damage, but less crit rate. Basic attack. What relic do you have on? Okay. Actually, character details. I'm just quickly checking what they want relics to be on there. Okay. Effect hit rate of 97%. I'm actually going to leave that for next time. Let's go to the Forgotten Hall then. And see if Dr. Ratio is actually on the spaceship. Okay, so yeah, I need to build two teams. Would you look at that? I have exactly two teams I can build, I think. I'm baiting moving... Yeah, I'm gonna put Fuzuan down there instead. Oh, I have to click this.
actually have a pretty good ice team now that I'm looking at it. I'm having a lot of lag right now, though. So I'm just gonna get to it. And hope there's not lag in battle. Boost her. Well, that was a lot of stuff just happened. Heal. And then have Jingu move again. Let's take out the fire robot first. Okay, heal. I should kill them here, actually. The amount of buffs I got. Never mind. Wasn't quite enough. Yeah, my stuff is starting to lag really badly, so I think I'm gonna end the stream after I finish this memory battlefield. The next one, I mean. All quantum team, I just realized, by the way. No healers. So that's gonna be fun. Can you yeah, this is how bad the lag is. It just hit 2. This is actually horrible. Because it's actually bad enough I can't attack. I think I'm about to disconnect completely here soon. Because I'm pressing the attack button
Yeah, I just completely disconnected. 準備ができたら始めよう。So yeah, I completely disconnected and had to reconnect. めんどくさいやつ。次。へえ、ガツンと来るやつか。占います。 Who's wants to start your work? 時間です。世の万物。 Now here comes the area of effect.Let's kill it quickly. Okay, we have to kill that thing first, I guess. You know, that actually was very unfortunate right there. Please just die. Oh, it gets rid of debuffs too. Okay, now we kill her. Okay. But yeah, I'm going to be ending stream here in a minute. The lag is bad enough that I don't want to continue, because I wouldn't actually be making any progress. And nobody wants to just sit here waiting on a blank screen, really. So I got 60 for that, which is actually nice. I'm lagging badly enough I can't even accept it. Hey, Don Hang's actually out. There you are. I was seeing if you were actually on the spaceship. 悪くない。洗練された内装、清潔感のある礼、何より重要なのは、ここには人が多くても。Thank you. どういたしまして。七し人として旅をしていれば、嫌が王でもさ。I'm used to it. 普通の人間はいともたやすく環境に。They're swayed by the express. 試してみるか。That makes me think of something. To keep the mask on, to keep the world at bay. That almost makes me feel sad for him. But yeah, I'm gonna be on the stream here for today because, as you can see, I am in the red as far as connections going.But yeah, thanks for coming to the stream. I hope you enjoyed, and I hope to see you again next time. Goodbye.